こんにちは、若府警心理カウンセラーの江松武史です。今日は怒りとは何かというテーマでお話ししていきたいと思います。怒りという感情の本来の役割は、予想外のことが起きたとか何かがうまくいっていないということをあなたに知らせるサインです。あなたが本来こうあるべきだと思っていることに対して不愉快なズレが生じた時にあなたに知らせる役割を果たしています。例えば、あなたが電車で見知らぬ人に席を譲ったのにお礼が返ってこなかった時、腹が立ちますよね。これはあなたがお礼が返ってきて当然という考えと、相手の取ったそ知らぬ顔をしたという行動にズレが生じたために発生した怒りです。そして人は予想外のことが起こると困ります。だから怒っている人というのは、簡単に言うと困っている人と言えるでしょう。怒りには上司がムカつくみたいな相手に対する感情を表すものだと思っている人が多いと思いますが、実は自分が困っていることを示す感情なのです。では、あなたが怒りを感じた時にはどう対処したらいいのでしょうか。それは、あなたを怒らせた状況や出来事が本当にあなたを困らせるに値するものなのかを検討することです。もしそれが怒るに値しないことだったら、怒る必要はないと判断できるし、仮にそれがあなたを困らせることだとしても、その問題を解決することによって怒りは鎮めることができるのです。例えば、あなたがスーパーのレジで並んでいる時に誰かに横入りされてムカッとしたとしましょう。あなたはその時に、この出来事があなたを困らせる出来事かを考えていきます。もしあなたがその日は何もすることがなく、のんびり過ごそうと決めていたのなら、列を横入りされて買い物が5分10分長引いても、それはあなたにそんなに困らせる出来事ではないと判断できるでしょう。だから怒る必要はないのです。逆に、その日あなたは寝坊し、急げば友達との約束にギリギリ間に合いそうな状況だったとします。その約束に遅刻したら、友達からの信用をなくすという、あなたを困らせる状況になるかもしれません。それはあなたが怒るに値する状況だと思います。そんな時は、あなたは横入りした人に、私が先に並んでいましたよと伝え、列の前に入れてもらい、友達との約束の時間を守るようにしてみるのもいいと思います。それをすることによって、友達の信頼を失うという、あなたにとって困ったことが解消できるからです。人は怒らなくてもいい状況でも怒っている場合が意外と多いものです。だから、ムカッとしたら、この状況は自分を困らせるものなのだろうかと自問自答する習慣をつければ、意外と怒るに値しないことだったりすることが多くあると思います。そして、それをすることによって無駄にイライラしている時間を減らせると思います。では、今日も最後までご視聴していただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。